住田五福店は、日本の鳥取県米子市東倉吉町に、かつて存在した五福店。主人の住田善平は、米子町長を務めた。漫画家、妖怪研究家、水木しげるの祖母の成果でもある。住田氏は、近世紀中頃から、東倉吉町に居住し、住田屋を合した。医療、雑貨を営業し、近代に入った。 呉服類を中心に営業を継続拡張した。住田呉服店の広告紙面仕入れ品の運送はほとんど船便によった。境町の柏木改装店に依頼することが多かったとされる、住田本店の明治中期の仕入れ状況を見ると、京都の吉田十兵衛、伊藤中支店など5店、大阪の伊藤中、伊藤一万、山口玄道など15店から、南部、群馬、 秩父、八条、越後、博多など各地の絹、綿、麻の織物が数十種類にわたって仕入れられている。仕入れ総額は資料を書くが、境町の柏子脇海葬扱いの送り場のみを見ても、ほとんど毎日の入荷で、原価金額は最高約600円、最低40円である。これによって、 住田本店だけでも、いかに大きな商いであったかを推量することができる。明治10年代後半には近郊に、約2丁部の電磁を取得し、以前から所持の3丹5世余りに加えている。現在の住田家は、ご副省をやめている。住田家保存の、6時表によると、明治17年の、大副庁によって、販売状況を見ると、米子町内では、佐藤武八郎、 12月14日。1、3円40銭秩父島一丹、1、64銭四輪群内茶かすり五尺六寸。4円44銭。2月14日入り。丹後や安江門。12月18日。1、66銭用。趣旨三尺襟三つ。2月14日入り。その他約60件。海県軍、日野軍、野義軍にも。 約100件の得意先を持った。住田前兵衛元四名子市長、野坂幹事によれば、虎次郎の弟に、フランスで隠しした絵描きの良蔵と村家に居候していた園じがいる。園じは赤鉛筆片手に、英語の原書ばかり読んでいたが、結局定職に着かずに遊んで暮らしたという。水木茂によると、父の叔父に、 パリで三十歳で隠しした画家がいて、父はとても尊敬していた。その叔父は、松井スマコの劇団で背景の絵を描いていて、ちょい役で出演したりしたという。祖母の実家で大金持ちの住みたい地族の直系だから、パリ留学にも行けたのだろう。確かに画祭はあったようだ。その叔父と私の誕生日がたまたま同じで、父は生まれ変わりだと信じていたという。 住田藩三郎住田藩三郎は、1911年8月から1914年7月まで、米子町収入役を務めた。当時、商工業の有力者は同時に、地主でもあった。この年度における米子町の地下1000円以上の地主名を挙げると次の通りである。1000円2000円の部に、住田藩三郎の名前が見える。ありがとうございます。